マークを。わあ、なんかかっこいい音がしおるよ。レール運ぶやつよ。ほんと EF64 っていうやつよ。65と似とるけどちょっと違う。さっきの運転手さん、そのまま運転して帰るんかな。車掌もおる。車掌さんおるね。見てこの鮮やかな青空。そうだよ、線路には入らないで。これいいじゃん。ね、いいじゃん。綺麗だね。ここ落石警報がある、設置されとるらしい。どこ？うん、あそこ。落石警報って四角の箱に書いてある。
牙がある。持ってる。やだやだ。怖い。化石じゃん。動物だと思うけど。あそこが駅なんだ。すごい。よかったじゃん。よかったじゃん、マー君。ママも嬉しいし。ありがとう。マー君が手振ってさ、ブーって鳴らしてくれたよ。うん。子供が手振って降りて、やったじゃん。やったね。うん、警笛一回も聞いたことないよ。優しい警笛だったよ。あ、さっきのプーンしてくれたのも発射した。もう一度振るマーク、うん、ちょっと短いかな、さっきのより。これはでも、ね、向こう多分6秒こっちよりよ。気づいてくれるかな。ありがとう、運転士さん。もう一回。マー君もありがとう。え？乗ったことある、これ。乗ったことあったんだ。ポケキョって言ったよ。蜂に注意。ちょっと怖いんですけど。蜂に注意。あんま覚えてなかったよね、前の時は。そうだった？でもガサガサって言った。でも蜂はガサガサって言わんけ。こっちがホームに行く。見て見て。水仙の花が綺麗よ。わあ素敵。これ桜も咲くんじゃない？うん。何回でも出たり入ったりして。うん？え？おお、行ってみよう。あ、もう蜂おるわ。でもクマバチ、クマバチはさ、優しい蜂ですって。手つないで。うんうん、刺さんよ、めったに刺さん。クマバチは？うん、クマバチはね、捕まえようとしたらもしかしたら刺すかもしれん。優しい蜂ですって。どこで待てばいい？この辺で待ったらいい？もっと向こうで待つ？どっちがいい？高いんじゃない？ここはどう？いいじゃん。でも出口って書いてあるよ。じゃあどこに待ち？え、あ、なんか点検の人がおる。行ってくる。走ったらいけんよ。歩いてよ。ご挨拶してもいいけど、歩いてね。いくら食べたい？いくら食べたい？
走れ走れ。牛乳パックなこれ。牛乳パック食って呼ばれ。あ、でもちょっと違うんかな。牛乳パックな。かわいいな。かわいい。マックが来たいか。くもくん。マリオ。うん。ヤクモ町だったん。ヤクモ町やったね。短い役もだったね。あ、音大きくなったマー君。もうきっと出発するんだ。EF64 バイバーイ。あ、信号青になった。バイバーイ。EF64。EF。もういいよ、もういいよ。あ、ヤクモくんももう行くし。もう15分も待つよ。あ、行っちゃった。バイバーイ。8分も待つ。あ、すごい。チェックしとる。バイバーイ。何のチェックだろう。後ろの貨物がついとる、つきとるかかな。くっついとるかな。すごーい。いやー、マー君と新見来てよかった。マー君と新見来てよかったね。よかった。めっちゃよかった。バイバーイ。くね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 しょる。バイバーイ。もう見えなくなっちゃうじゃん。もうこれせよ。もうほら終わりだ。今日日曜日だからな。貨物少なめなんかも。